最近フォートナイトのスキンなどからレアリティが削除されました。フォートナイトにはアンコモン、コモン、レア、エピック、レジェンダリー、ミシックなど様々なレアリティがあります。スキンやピッケルなどにもレアリティがついており、ラブレンジャーのスキンだとレジェンダリー、初期スキンだとコモンなど様々なアイテムにレアリティがついていました。しかしつい最近のアップデートで運営はしれっとこのレアリティをスキンやピッケルなどのアイテムから削除しました。このレアリティはチャプター1からあった要素で、レアリティがあるのが普通だったため、多くのプレイヤーからスキンやピッケルなどのレアリティの復活の声が上げられています。今回はこのような多くのプレイヤーがフォートナイトに望んでいることを紹介していきたいと思います。声を交わさないとフォートナイトが消えちゃうよ。クリエイターサポートゼルフィーにすると、もしかすると起きたら1億 V-BUCKS もらえてるかも。まず最初の多くのプレイヤーが望んでいることは、サムスンのギャラクシーとフォートナイトのコラボ限定スキンです。現在もギャラクシーとのコラボは定期的に行われていますが、チャプター1の頃に何度か行われたギャラクシーコラボでは、対象端末を持っている人のみが獲得できるスキンがありました。1回目は対象端末を持っていたらギャラクシースキンやバックアクセサリー、ピッケルなどがもらえました。2回目では対象端末を持っているとアイコニックやシナリオのエモートがもらえました。3回目では対象端末を持っているとグローというスキンをもらうことができました。チャプター2以降のギャラクシーコラボの報酬は、対象端末を持っていなくても後日アイテムショップに販売されるので、ギャラクシーコラボの報酬は誰でも獲得できる報酬になってしまいました。もちろん誰でも獲得できる形式も多くの人が獲得できるので悪くはないのですが、ギャラクシースキン特有のレア感が失われてしまうので、チャプター1の頃の形式に戻してほしいという声が多く上がっています。皆さんはどっちの形式がいいですか？次に多くのプレイヤーに望まれているのが現実拡張です。現実拡張はチャプター4で追加された要素ですが、シーズン OG になるときに削除されてしまいました。現実拡張では様々な特殊能力を手に入れることができ、例えばバルーンを手に入れることができたり、次のストームの位置が分かったりと、運で様々な力を手に入れることができました。最初は運ゲーすぎて批判の声も多かったですが、多くのプレイヤーが次第に慣れていき、シーズン OG あたりで削除されたことで復活してくれという声が上がるようになりました。次にプレイヤーに望まれていることはダブルポンプです。ダブルポンプはチャプター1のシーズン3の途中までできた技です。そのため使ったことがある人は割と少ないと思うのですが、この技はポンプを2丁持って切り替えることで、とてつもないスピードでポンプを打つことができるという技です。もちろんポンプ以外でもタクティカルショットガンやヘビーショットガンでもこの技を使うことは可能でした。ただ一番威力が高かったのがこのポンプショットガンだったため、多くのプレイヤーがダブルポンプを使っていたのですが、なぜかチャプター1シーズン3の途中あたりでこのダブルポンプはできなくなってしまいました。僕もたくさん練習をして慣れた時に消されてしまったのでとても悲しいです。またダブルポンプやってみたいです。次に望まれているものは昔のアイテムショップです。フォートナイトの昔のアイテムショップはだいたい商品の数は9個ほどでした。しかし今のアイテムショップを見てください。大量のスキンやピッケルで溢れています。商品がたくさん売られていることで欲しいスキンを手に入れる機会が増えるので良いという意見もありますが、
逆に多すぎて探すのが大変だったり、商品数が多くなったことで昔のレアスキンが再販されるかなみたいなワクワク感が消えたなどの理由から、昔のデザインに戻してほしいという意見がいくつかのフォートナイトプレイヤーから挙げられていました。次に望まれていることはクロムボの復活です。クロムボはチャプター3にティルテッドタワーが復活した時に同時に追加されたとても可愛らしいキャラクターです。最初はなんだこの気持ち悪い生物はと思っていましたが、時間が経てば経つほど多くのプレイヤーから親しまれるキャラクターになっていきました。しかしこのクロムボはチャプター3のシーズン2で IOVS7 の戦いに巻き込まれたのか冬眠しすぎたのか分かりませんが、骨になって死んでしまったのです。それ以来クロムボが追加されることはなく、多くのプレイヤーから復活してくれという声が上がりました。ただもしかするとクロムボに似たキャラクターがまた追加されるかもしれません。最近アバターコラボが来ましたが、アバターコラボ開始直後に追加された氷の球体にアンとアッパがいました。現在は氷がなくなり、アンは NPC として登場していますが、アッパはまだいません。アッパとクロムボを比較してみるととても似ているので、クロムボのテクスチャーをアッパに変えて追加されるのではないかと言われているので、クロムボではないですがクロムボに似た生物が追加されるかもしれません。次はアリーナの復活です。現在はランクモードになっていますが、昔はこのランクモードのポジションがアリーナでした。アリーナはチャプター1の頃に追加され、オープンリーグやチャンピオンリーグ、ディビジョンなどで仕様やマッチが分かれており、ポイント制で倒すとサイフォンがつくといったような現在とは全く違うようなシステムでした。チャプター4のシーズン2の時にアリーナは削除されランクモードへと切り替わりましたが、アリーナの方が良かったという声が今でもあるくらいとても人気なモードでした。皆さんはスマホでフォートナイトをプレイしたことはありますか？ iOS 版のフォートナイトはチャプター2のシーズン3で突然アップルによって消されてしまいました。消された理由は2020年8月にアップルストア外でのアイテム購入機能をフォートナイトが追加したことでアップルストアの規約違反となってしまい削除されてしまいました。 iPhone や Mac でフォートナイトを遊んでいたプレイヤーも多くいたようで、多くのプレイヤーがフォートナイトで遊べなくなってしまったという事件であり、課金の独自機能を削除しアップルストアに復活してくれという声も多く上がりました。今では GeForce Now という機能を使うことで iPhone でも Fortnite をスマホで遊ぶことができましたが、 Apple Store にある Fortnite で遊びたいという声もあるため、ぜひ運営さん復活させてください。続いてはリバイアさんというピッケルです。リバイアさんは最終販売日が2021年の3月19日であり、最近もう少しで再販が来るというリークもありました。しかしなかなか再販されずに、今現在多くのプレイヤーに再販が待たれている状態です。皆さんはこのピッケル欲しいですか？欲しい人は高評価押しておいてね。続いてはワンピースコラボです。フォートナイトはナルトコラボやドラゴンボールコラボなど、日本を代表する世界でもとても人気なアニメと何度もコラボしています。どのコラボも非常にクオリティが高く、各作品の代表する技がミシック武器にされたりと毎回大好評です。しかし日本でも世界でも人気なワンピースのコラボがまだ来ていません。フォートナイトがコラボしている日本のアニメは進撃の巨人コラボ以外は基本的にジャンプ作品です。そのジャンプの顔と言ってもいいであろうワンピースとのコラボがまだ来ていません。
ネットフリックスの実写版ワンピースとのコラボはありましたが、コラボのマップが公開されるだけで終わってしまいました。ただ最近 XBOX ポッドキャストでワンピースコラボが来るというような発言があったらしく、もしかするとフォートナイトに近々ワンピースコラボが来るかもしれません。もし追加されるとしたら、悪魔の実の能力が追加されそうで、ギアフィフスなどの追加もあるかもしれません。スキンとして来るなら、ルフィ、ゾロ、ナミあたりは確実に来て、チョッパーはバックアクセサリーになってそうだなと思いました。皆さんはどのスキンや悪魔の実が来てほしいですか？続いて望まれていることは一人称モードの追加です。フォートナイトは今までずっと三人称のゲームモードしかありませんでしたが、チャプター4あたりから三人称モードが追加されるのではないかと騒がれていました。結果的にはまだ一人称モードは追加されていませんが、クリエイティブに一人称の機能が追加されることが最近発表され、一人称を楽しめるマップが今後たくさんできることは確かです。仮に一人称モードのバトロワが追加されたとしたら、建築のやり方や建築編集のやり方なども大きく変わってくると思うので、追加されるかもと考えたら少し楽しみです。さあ、ということで今回はね、多くのフォートナイトプレイヤーに望まれていることをいくつかね紹介したんですけど、どうだったでしょうか。まあもちろんね、まあ今回紹介したので、まあ皆さん望んでないこともあるかもしれないんですけど、まあぜひね、まあそういう人は自分が望んでいること、こうなってほしいなってこととかをね、コメント欄とかに書いてください。まあそしてね、俺も望んでいるよってことがあったら、ぜひね高評価をして、チャンネル登録して、通知をねオンにしておいてください。これからもね、こういう動画だったり最新情報のね動画とかをいっぱいね出していこうと思うので、絶対にしておいてください。それでは終わります。バイバイ。